米中のしっぺ返しのエスカレーションは非常に危険。米ダリオ。残念なことに、台湾をめぐる米国と中国の間で現在起こっていることは、私の著書、変化する世界秩序に対処するための原則で説明されている戦争への古典的な道をたどっています。イベントがこの道をたどり続ける場合、この紛争は、経済的にはるかに大きく、はるかに絡み合っている世界の主要な超大国間のものであるため、ロシアとウクライナの戦争よりもはるかに大きな世界的影響を与えるでしょう。前に説明した理由から、ロシアとウクライナの戦争は比較的小規模ですが、二つの紛争は関連しており、ロシアとウクライナの戦争は、他のすべての戦争と同様に恐ろしい結果をもたらしています。例えば、世界貿易における中国のシェアはロシアの7倍以上、1であり、アメリカの全製品輸入の約 19% を占めていると考えてください。2、中国から商品を輸入し、中国とビジネスを行うことが、現在のロシアと同じになると想像してみてください。サプライチェーンと経済が世界に与える影響を想像してみてください。中国に対する制裁が世界にとってどのようなものになるか想像してみてください。サプライチェーンは崩壊し、経済活動は低下し、インフレは急上昇します。そしてそれは、経済戦争によって経済に起こることであり、軍事戦争の影響に比べれば見劣りします。私の著書で説明されている理由により、米国と中国の間に現在存在する状況は、第一次世界大戦と第二次世界大戦の直前、および他の多くの戦前の時期に権力間に存在した状況と非常によく似ています。下のチャートは、2000年以降の私の米中対立ゲージを示しています。この指標は、軍事費、人員、配備の変化など、多くの指標で構成されています。相手国に対する各国の人々の感情、紛争などに対するメディアの注目、軍事費と各ライバル国に対する態度の組み合わせは、特に示唆的でした。下のグラフは、米国と中国の世界の軍事費のシェアを示しています。これは、軍事費を支援する政府支出の多くが直接的な軍事費に含まれていないため、中国の軍事費を大幅に過小評価しています。また、アメリカの軍事費は世界をカバーしていますが、中国の軍事費はその地域により集中しています。有識者によると、中国は台湾周辺でかなりの軍事的優位性を持っているという。下のグラフは、最近のギャロップの世論調査データをプロットしたもので、アメリカ人の 80% が現在、中国に対して好ましくない見方をしていることを示しています。これは、アメリカ人のロシアに対する見方と同等になっています。そして、過去数年間で大幅に上昇しています。現在の中国と米国間の対立のレベルを概観するために、下の表は、現在の米中対立ゲージの測定値を他の大きな紛争の過去の測定値と比較しています。示されているように、米国と中国の現在の測定値は、平均を 1.2 標準偏差近く上回っています。これは、主要な紛争の範囲の上限にある測定値です。これは紛争のレベルとリスクが高いことを示していますが、悪化が来ることを意味すると誤解されるべきではありません。時には、これらの激化した紛争の後に、戦争からの撤退が続くことがあります。例えば、キューバのミサイル危機に至るまでの期間は、0.9 という比較的高い数値でしたが、賢明な頭脳が優勢だったため、潜在的な災害は回避されました。私の本で説明されている変化の状況を伝える手段は他にもたくさんありますが、ここで紹介するスペースはありませんが、本で概説した歴史的なアナロジーに沿ってプロットを続けます。それらを使用して、何が起こっているかについてできる限り正確な絵を描き、それを歴史的文脈に入れます。ポットプロットは、私たちがどの道を進んでいるかを物語っています。現在起こっていることに関して言えば、中国はナンシー・ペロシの訪問に対応して、ほとんどの関係を断ち切り、台湾周辺地域を軍事的に支配できることを実証している。これは、中国が台湾を世界の他の地域から遮断できることを意味している。それとその影響を想像してみてください。例えば、半導体チップが台湾から出られなかったらどうなるか想像してみてください。中国も軍事力を発揮し、これまで越えられなかった境界線を越え、台湾に迫っている。7、中国はペロシ氏の訪問を、台湾を中国の一部とする一つの中国に向けたものではなく、台湾の独立を支持する動きであると認識しており、米国が言っていることを止めさせるよう本質的に挑戦している。問題は、米国が別のエスカレーションで対応し、それが別の中国の対応を促すか、戦争への古典的なしっぺ返しの加速で対応するか、それとも両陣営が交代するかです。過去と、米国と中国を戦争に向けて進化させている勢力、つまりビッグサイクル、を把握するには、第13章、米中関係と戦争を参照することをお勧めします。
以前の台湾海峡危機についての私の説明と、現在直面している危機である第4次台湾危機が発生したら心配すると私が言った理由に特に注意を払うことをお勧めします。何が起こっているのかを理解するには、これらのことを理解する必要があります。その章の455ページの不必要な戦争のリスクセクションで要約したように、特に双方が反対側の動機を本当に理解していない場合は弱いと認識されます。敵視はこれが衰退しつつある帝国にとって特に問題であることを示しています。帝国は退却が敗北とみなされるため、論理的以上に戦う傾向があります。台湾の問題を取り上げます。米国が台湾を守るために戦うことは非論理的に思えるかもしれませんが、台湾に対する中国の攻撃と戦わないことは、戦わなければ米国を支持しない他の国々に対する地位と権力の大きな損失であると認識されるかもしれません。同盟国のために勝つ。さらに、そのような敗北は、指導者が自国民に弱く見えるようにする可能性があり、権力を維持するために必要な政治的支援を失う可能性があります。そしてもちろん、紛争が急速に進行している場合の誤解による誤算は危険です。このような相互破壊的な戦争は、より平和的な方法での協力や競争よりもはるかに悪いにもかかわらず、これらすべてのダイナミクスは、戦争の加速に向けた強い牽引力を生み出します。また、米国と中国の両方で、虚偽の感情的なレトリックが定着し、エスカレーションの雰囲気が生まれるリスクもあります。このような相互破壊的な戦争は、より平和的な方法での協力や競争よりもはるかに悪いにもかかわらず、これらすべてのダイナミクスは、戦争の加速に向けた強い牽引力を生み出します。また、米国と中国の両方で、虚偽の感情的なレトリックが定着し、エスカレーションの雰囲気が生まれるリスクもあります。このような相互破壊的な戦争は、より平和的な方法での協力や競争よりもはるかに悪いにもかかわらず、これらすべてのダイナミクスは、戦争の加速に向けた強い牽引力を生み出します。また、米国と中国の両方で、虚偽の感情的なレトリックが定着し、エスカレーションの雰囲気が生まれるリスクもあります。変化する世界秩序に対処するための原則で説明されているビッグサイクルの背後にある力の力は圧倒される可能性がありますが、人々には結果に影響を与える選択肢が依然としてあります。カテゴリー2の軍事紛争、1、2つの主要な側、すなわち中国人及びまたはアメリカ人からの人々の流血の交換をまだ生み出しておらず、どちらの国の本土でも起こっていないため、中国人は言うだろうが、台湾は中国本土の一部ではありませんが、祖国の一部です。これらのいずれかが変わるとしたら、それは想像を絶する全面戦争への次の大きなステップになるでしょう。良いことは、どちらの側の賢明な人々も、自分のように見られたくないにもかかわらず、戦争を恐れているということです。悪いことは、挑発的な傷に直面してそうしないことは弱さの兆候として認識されるため、双方の一部の人々が戦いを激化させたいと考えていることです。ある人が後退しているように見えるのを避けるために賭け金を上げるというそのダイナミクスは、歴史を通じて非常に危険なダイナミクスであることが示されてきました。私たちは、どちらの側も引き下がろうとしなかったために悲惨な戦争につながった多くの歴史的な事例を目にしてきました。私の希望は、中国のエスカレーションが次の米国のエスカレーションにつながり、それが次の中国のエスカレーションにつながることではないということです。戦争を回避したいという双方の賢明な人々の強い願望にもかかわらず、戦争につながる。しかし、希望は戦略ではないので、私はできるだけ現実的になり、それに応じてナビゲートし、あなたとうまくコミュニケーションを取るように努めます。脚注。1、中国は世界の輸出の約 15% を占め、ロシアは 2% 未満です。例えば、HTTPURL。2、HTTPURL。3、競合ゲージの読み取り値は、平均からの標準偏差の数として示されていることに注意してください。4、シプリ、HTTPURL。のデータを使用した内部計算に基づく。5、出典、ギャラップ、HTTPURL。6、コンフリクトゲージの読み取り値は、平均値からの標準偏差の数として示されていることに注意してください。7、ペロシの訪問に対する最近の中国の反応の詳細については、https。